タジオオーパーツ。こんにちは、ゾウです。こんにちは、ピエロです。今週はね、はい、先週に引き続き、そうなんです、世相を切ります。ゾウが、そうなんです、ゾウさん先週止まんなくなっちゃってね、今週も止まりませんよ。はい、もう引き続きになっちゃいましたけど、はい、まずはもう、はい、もう震災の後の、はい、ふざけんなっていうあの選挙、あーっていうところまで先週行きましたよね。はい、はい、続きがしていただきます。はい、俺ねやっぱあの震災の後の選挙って日本中ね、はい、もうちょっと原発なんとかしようよって、うん、もう心一つだったと思う、うん、その選挙がさ、はい、何もう過去まれに見る何投票率だったって言うんでしょ、うん、俺ね選挙あの時ね、うん、投票しに行ったらね、うん、あれこんなにみんな来てるんだっていう思うぐらい選挙会場にぎわってました。それが選挙してきてさ、うん、戻ってきたらさ、うん、もうさ過去まれに見るステー投票率だ あれとか思ったんだけど、そしたらもう自民党圧勝、うん、自民公明で3分の2の議席を持ってっから、うん、今の日本はもうやりたい放題やられちゃってるよね、うん、なるほどね、だって憲法改正とか言ってるじゃない。あ、うん、はいはいはい、で憲法ってさ、うん、もともと何立憲君主制、はいはいはい、そういった何王様とかが、うん、もうあんまり好き放題やるのは許せねえと、うん、だから王様から守るための、うんね、国民たちの権利を持たそう、うん、ね王様とかのもうふざけんなってことをやらせねえためのものが憲法、うん、なるほど。だからどう考えてもさ、うん、今のね日本の総理大臣がね、はい、国民のためにね、うん、憲法を、うん、政治家が作って、うん、国民のために与えますなんていうのは、うん、まず憲法の素っ端からおかしいわけ、うん、それはもう好きなんだやっぱりあの憲法9条戦争しねえって、うんうん、いいじゃんね、うん、なんでそんな近隣の国とさ小競り合いしなきゃいけねえんだって。あれ変わっちゃう感じなんですか。んだ変わるんでしょ。戦争できるようにしようっていう力がやっぱあるんだと思う。なるほどね。戦争なんか結局さ、うん、した時にどうなるって言ったら武器作ってる会社とかさ、うん、そういうとこにもうすごい超単位のお金がバー束なんかいっぱい、うん、高いわけ全部。なるほど。バババババババなんて打ったらもうお金がチャリ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 ってさ、もう軍隊は軍隊に流れていくわけですよ。なるほどなるほど。だからもう信じちゃいけないわけよ。でそんなやつらの信じちゃいけないのを、うん、何信じちゃいけねえんだっていうことを強く言えるのが憲法なわけよ、うん、国民が。政治家に国民が与えられるもんじゃないわけ、うん、だからもう海外ではやっぱり割と話題になっちゃったらしいね、あの安倍総理がね、 あの憲法改正案って、うんうん、でしかもその憲法の解釈、うん、新しい解釈を持ってもいいじゃないかみたいなことを、うんうん、なんか海外の記者クラブでやっちゃっ、うん、やっちゃったりしたんでしょ。で結構世界中絶句だったって話がありますよ。なるほど。でも日本はそれマスコミでやんないわけ、うん、なるほど ね。だから戦争なんかもうクソくらいだよね、うん、俺にとってみると、うん、もうピースピース、うん、もうピースですよ。そうですね。そしたら、まあ、したらこの戦争の軍産複合体に流れるお金以上に今流れてるっていうのがやっぱりこう医療関係らしいね、うん、まあ薬とかもういろんなもうど病院に行ったらもうすぐ薬頂いて、うん、はいはいはい、薬ってよく考えてみると、うん、それ飲んでる時しか治んないじゃん、うん、やっぱり人間体質改善だよね、もし病気が。まあまあそうですね、確かにね。そういったなんかもう簡単に治そうとかそういうのやめて、うん、もう根本的なとこから見直す、うん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 、だから政治とか国に関しても、うん、もう一回国民がね、うん、根本的なところから、うん、自分の国を考えるっていう、うん、でそういった部分でもう一回ね、はい、なんだろう、この311で受けたショック、はいはい、でしかもその後に起きるもの国がする理不尽なこと、
福島の原発のそばなんかもうまだ人がいっぱい住んでるわけ、うん、ね、チェルノブイの時なんかね、うん、もう日本なんかね、うん、もうチェルノブイの針のものすごい輸入禁止にしたりしたぐらい、うんうん、うるさいこと言ってたのがね、うん、自分の国はね、うん、20ミリシーベルトまで OK とか、うん、もう平気で言っちゃうわけよ。なるほど。だそのもうなんか歯がゆさをね、うん、もう一回ね振り返って、はい、日本をね、はい、もっと住みやすい国にね、まあミュージシャンのパワーからね、うん、していきたいと思う、はい、ミュージシャンいいじゃん考え方さ、そうです、ね、俺ストレートでいいと思うよね。まあそんな2週にわたってちょっとここのところの説明聞きましたが、はい、まあ6月25日にスタジオオーパーツまた新曲、はい、オーパーツレコードが配信始まりますんで、はい、続いてあとレコーディングパック3時間5時間、はい、8時間、はい、あります、はい、で週刊スタジオオーパーツは、はい、もう3年目に入り、でも4年5年とどんどん進めていくと、はい、そういった部分でぜひ楽しんでもらえたら嬉しいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ゾウでした、はい、ピエロでした。スタジオオーパーツ。